はい、どうも、葵です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、パタゴニアの公式オンラインにて、2021年のバギースショーツロングのカラーが公開されましたので、見ていきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。私ですね、毎日のように公式オンラインでバギースショーツのカラーが更新されてないかチェックしていたのですが、まあ、3月4日にですね、ようやく更新されました。今、撮影日がですね、3月の6日になります。ということでですね、早速見ていきたいんですけど、今回は5インチのバギーズショーツと7インチのバギーズロングを見ていこうと思っています。まあ皆様ご存知かと思いますが、この2つの違いはですね、股下の長さで、ロングはですね、7インチ、18センチになっていて、ショーツはですね、5インチの13センチになっています。水陸両用の超万能ショーツで、特に夏はですね、手放せないショーツになります。それでは5インチのバギーズショーツから見ていきたいと思います。はい、ということでバギーズショーツ2021年のカラーは16色で、ラインナップがジェリーフィッシュイエロー、ブラック、アリゲーターズ&ブルフロッグス、ケールグリーン、ストーンブルー、コージグレー、ビッグスカイブルー、ファイヤー、そしてパープル、バヨーブルー、ちょっとこれ読み方わからないんですけど、HLSB、あとマンゴー、メロンズサーフボードイエロー、スプーンビルズビッグスカイブルー、ウルトラピンク、ブループリンツスターピンク、ガラパゴス、アーチペラゴス、ピンブルーの16色になっています。あとはですね、ここら辺はアウトレットの商品ですね。昨年から発売されているカラーも結構あるんですけど、この中で新色が、こちらのジェリーフィッシュイエローと、こちらのブループリンツスターピンク、こちらのガラパゴス、アーチペラゴス、ピンブルーの3色が新色になります。はい、続きまして7インチのバギーズロング、バギーズロングのカラーラインナップが13色で、カラーがガラパゴス、アーチペラゴス、ビジョンブルー、ブラック、フォージグレー、アッシュタン、ストーンブルー、アリゲーターズ&ブルフロッグス、ケールグリーン、読み方わからないので、HLSB、ライトベリーグリーンですかね。そして、マーブルピンク、メロンズサーフボードイエロー、ビジョンブルー、スプーンビルズビッグスカイブルー、マングローブ的パログリーンですかね。の13色になります。とのこちらもですね、アウトレットのセールになっています。そしてですね、バギーズロングの2021年の新色が、こちらのガラパゴスアーチペラゴスのビジョンブルーと、こちらのマングローブティキパログリーンが新色になります。昨シーズンのカラーも結構多く残っていて、まあ、その中でもやはり気になるのは2021年の新色ですよね。今シーズンのカラーはガラパゴス諸島の動植物からデザインされたカラーや柄が多いようです。新色をまとめると、ジェリーフィッシュイエロー、ブループリンツスターピンク、ガラパゴスアーチペラゴス、ピンブルーとビジョンブルー、あと、マングローブ的のパログリーンの5色が新色になっています。この5色の中で唯一単色なのがジェリーフィッシュイエロー。この画像を見る限り馴染みのある色で黄緑が一番近いかなと思います。一応実物を見たのですが、実物はですね、蛍光の黄色に近いですね。まあ蛍光色でどちらかというと派手な部位になります。他のカラーは柄物になるんですけど、ブループリンツスターピンクはピンクベースに鳥のようなものがデザインされています。
マングローブ的パログリーンはですね、緑ベースでおそらくマングローブだと思うのですが、植物がデザインされています。個人的に一番気になるのが、ガラパゴスアーチペラゴスのフィンブルーとピジョンブルーですね。まあ単体で見るとですね、ほぼ同じに見えるんですけど、まあ比べると違って、フィンブルーはですね、水色で差し色にオレンジが入っていて、ピジョンブルーは主にブルー系がメインになっています。色合いはどちらも私好きなんですけど、バギーショーツ、ロングの柄物全般に言えるんですけど、まあ一歩間違えたらトランクスに見えなくもないんですよね。私が今年買うとしたら、これのどちらかになるとは思いますが、どちらを買うかはですね、まあ妻と相談して決めようかなと思っています。少し話が逸れるんですけど、今年はベビーのバギーショーツを娘用に買おうと思っていて、可愛らしいのが多くてちょっと迷っています。ちょっとベビーのバギーショーツのページに来たんですけど、まあ、ご覧の通り結構ですね、可愛らしい柄が多いんですよね。ちょっと買おうか迷ってるのが、こちらの FSB と、こちらの SFBG と、こちらの ABKG。それか、セールになっているこちらの NEFP か、TAPS とかですかね。まあ3月で娘も1歳になるので、まあそろそろ立ち出すかなと思いますので、まあガシガシ使える水陸両用のパンツがあったら結構便利かなと思いますので、今年1着ぐらいは買おうかなと思っています。ちなみに今日3月6日の土曜日なんですけど、ちょっとアウトドアショップに行ったら、まあ新色のバギーショーツ入荷してましたので、まだちょっと3月なんで気が早いですけど、気になる方はですね、行ったら多分置いてると思います。まあ昨年、一昨年もそうなんですけど、まあ結構ですね、人気のカラー、サイズはですね、まあ早くなくなる傾向にありますので、まあ気になっているカラーサイズがあれば、まあ早めに買っておくのをお勧めします。まあ今年はですね、昨年と一緒のカラーが結構出ているんですけど、個人的な要望としまして、私7インチのバギーズロングのアッシュターンを持っているんですけど、5インチでも出てほしいですね。まあとてもいいので、かなり使いやすいので、はい、以上になります。今回の動画を楽しんでいただけたなら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。